普通にこう、ああ、いい子いい子って褒めるんじゃなくて、できるだけ声のトーンを少し高くしてあげて、どうも、ドッグトレーナーの西岡です。今日もよろしくお願いします。今日は犬の正しい褒め方についてお話ししたいと思います。めっちゃいい子、リコさん偉いね。リコさんだね、まーちゃん。はい、どんちゃんもね、どんちゃんも偉いよ。よしよしよし。犬の褒め方というのは様々な方法があるんですが、犬をしつけていく、トレーニングしていくにあたり、褒めるという行為はとても大切になってきます。こちらが望む行動ですね。こちらが正しいと思う行動をワンちゃんがしてくれた時に、しっかりそれに対して偉いね、いい子だったねって褒めてあげる。これがとても大切なことになってきます。褒めることによりこちらも楽しいですし、笑顔でいい子だねってしっかり褒めてあげることで、その嬉しい気持ちというのは犬にもしっかり伝わるので、ワンちゃんも楽しく嬉しくトレーニングをしていくことができるし、何よりいっぱい褒めてあげることですごくそれは自信につながります。うん、いい子、まーちゃん偉い、のりこさん、よし。犬の正しい褒め方ですね。これもいくつかポイントがあって、特に大切になってくるのが褒めるタイミングです。その行動が終わってしばらく経ってから褒めたところで、ワンちゃんたちは何に対して褒められてるかがわからなかったりします。なので、そのこちらが望ましい行動をしてくれた時のそのすぐ後のタイミングでしっかり褒めてあげれるといいと思います。例えば、そうだな、ディノ、ディノこっち来て、こっち来て、あ、ディノお座り、お座り、こうやってお座りって言ってお座りができた、そのすぐ後のタイミングで、そういい子ってしっかり褒めてあげれるといいですね。のんちゃんも偉かったね。のんちゃんも前に来て褒め、お座りしたの偉かった偉かった。褒める時の言葉ですね、できるだけ同じ言葉ですね、統一した上で、でさらにワンちゃんたちにとって伝わりやすいような簡潔な言葉で褒めてあげれると、より伝わりやすくなります。いい子だねとか、オッケーとか、お利口さん。あとはやはりとても使いやすくて有効なのが英語だったりしますね。グッボーイとか、言葉そのものがとても簡潔なので、よりワンちゃんたちには伝わりやすくなると思います。オッケー、グッボーイ。はい、もう一つ褒め方の、ポイントとして声のトーンがあります。特に日本人は感情表現があまり得意ではないから、伝わりにくいと言われてますが、ワンちゃんたちに対しても同じです。普通にこう、あ、いい子いい子って褒めるんじゃなくて、できるだけ声のトーンを少し高くしてあげて何をしてんの君たちは。あ、いい子だね、えらい、お利口さん、ワンちゃんお利口、うん、ちゃんもお利口さん、よしよしよし、あ、よしよしよし、というふうに声を少し高くしてあげて、でさらにその上で褒め方として、しっかり撫でてあげることですね。この撫でる時も頭だけではなくて、耳の下とか首のあたりとか体も含めて、ゆっくり愛情を込めて優しく撫でてあげるのも、こちらが褒めているということがすごく伝わりやすくなりますね。そう、はい。そしてもう一つ分かりやすい褒め方として、はい、おやつがあります。よいしょ、はい、じゃーん、おやつです。やっぱりね、ワンちゃんにとっておやつがもらえた時というのはやはり一番分かりやすいご褒美になるので、こちらがいいんだよって褒めてあげる気持ちというのがとても伝わりやすくなりますね。どんちゃん、どんちゃん、はい。リノはお座り、どん、いい子、偉い、はい、お利口さん。というふうに褒め方にもいろんなポイントがありますね。はい、まーちゃんこっち、もう一回、はい、まーちゃんお座り、あー、いい子、偉いね、まーちゃん、いい子。はい、こんな感じでできたらすぐあげることですね。このタイミングがとても大切になります。何か、いいか、
狙い撃ち秋川さんです。ワンちゃんに対するご褒美なんですが、もちろん分かりやすいのがさっきもやったおやつになります。ただおやつだけがご褒美ではなくて、その子が何に対してすごく喜ぶかっていうのをしっかり把握し上げることが大切になってきます。例えばまるちゃんの場合はおもちゃとかボールも大好きだし、あとは飼い主さんと一緒に遊んであげることとか、一緒に走ってあげることとか、まるの場合はおもちゃも大好きなので、まるちゃんよいしょ、お座り、お座りしたら OK よし、こうやっておもちゃでちょっと遊んであげる、やったー、めっちゃいいねいいねいいね、はいもう一回やろう、お座り、はいやったー、 OK、 上手上手、はいまるまんちゃん、はいいい子、これもすごくいいご褒美になるし、もしくははいまんちゃんお座り、まんちゃんお座り、うわいい子よし、飼い主さんと一緒にこう走ってあげて一緒に動く、やったまんちゃんやった、うれしいうれしい、すごいね、よしまんちゃんもう一回もう一回、よしはいガチ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 、はいお座り、お座りできたら OK、 いい子よしよし、まんちゃんやったやった、よしよしよし、なんかちっちゃいのがちょこまか動いてるけどいいかな、よしというふうにですね、飼い主さんが楽しく一緒に遊んであげる、一緒に走ってあげるっていうのもすごくいいご褒美にもなったりするので、おやつだけではない褒め方ですね、それも意識して見てあげるといいと思います。さらにおやつもですね、その子によってどうしても好みがあるので、ボーロとかクッキーが好きな子もいれば、お肉系のジャーキーが好きな子もいますし、あとチーズとかお魚系が好きな子もいます。要はその子が何が一番喜ぶか、何にご褒美としてすごく喜んでくれるかをしっかり把握してあげるのもすごく大切になってきます。いい子ですね、有川さん。犬の正しい褒め方のお話をさせていただきましたみんな元気だね。でですね、これもちょっとお話ししたかったのが、褒める時の、テンション、褒め方を激しくしすぎる、要はこちらがうわーすごいいい子だねってわーって興奮しすぎちゃうことによって、より興奮、もっとワンちゃんの方も興奮してしまって落ち着きがなくなってしまったりとかっていうこともあります。なので褒め方もトーンを高く激しくうわーすごいねって褒めるだけじゃなくて、冷静に落ち着いて、そう OK、グッバイで終わるという褒め方をするのも実は大切だったりします。今この子たちのようになかなかこう落ち着きがなくなってしまいます。例えばうちのうなぎなんかは、この子もだいぶ落ち着いたんですけど、若い時から結構興奮しすぎると飛び上がって甘噛みをするという行動が結構昔からあってですね、でいいの、お座りして、何度も僕はここをわーって飛び上がられて噛まれて、コートを破られたりとか、結構この体に噛みついてくることもあって、脇腹噛まれて耳ずばれになったりとか、結構何度かこの人にはやられてます。なのでうなぎに対して褒めるときは、本当に嬉しいときはうわーって褒めるときもあるけど、ちょっと落ち着いて、うな、そういい子、 OK、 まーちゃんもうな、座って、そういい子、はい OK、 はいまーちゃんも、はいOK、というふうに落ち着いて褒めるのもいいと思うので、ぜひ実践してみてくださいね。はい、ではちょっとディーノくんお座り、以上となるので、よかったらまたいいねとチャンネル登録の方もぜひお願いします。じゃあほなねー。